はい、皆さんこんにちは、ラミキです。そして古賀美穂プロです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、お知らせがあります。お知らせ、はい、はい、なんとですね、12月13日、UUUMでプロアマ大会っていうのをやりたいと思っております。はい、今回は古賀プロも参加していただけるということで。私ももちろん参加します。私が参加しないと誰が参加しないですか？はい、もちろんそうですね。はい、はい、場所は千葉県にあるグレートアイランド、はい、ちょうど今やってて伊藤園の伊藤園レディスっていうね、セッティングも難しくて、グリーンがね結構アンジュレーションのあるコースで、難しい、まあ、池も絡んだりとかするコースなんで、あ、はい、まあ、戦略性の高い、あとね素晴らしく綺麗、綺麗なんですね。綺麗イコール目から入るものが大変ってことだからね。おー、で古賀プロ以外にもですね、うん、他にたくさんのプロお呼びしておりまして、はい、例えば池田裕太プロ、藤田博之プロとか、本当にいろんな歴代賞金王の聞くところによると、うん、直道さんも出てくれるんだっけ。直道さんもいらっしゃいますし、うん、宮本勝間もいらっしゃいます。優勝者いっぱいいるじゃん。新次元も来る。これだけのプロが集まる大会ってそんなない、うん、ないよね。ないよね。お、なんか私が出ないでいいよね。いやいや、そんなそんな出るじゃん。なんでですか。何この他にも27名の有名プロが出てくれるということなんで、そうなんです。1組に1人ついて18ホールもある、うん、そうですっていう内容になってるんでしょ。内容になってます。あ、それ競技方式は？スクランブル。スクランブル。あ、じゃあ上手い人と一緒になった方がいいね普通のプロアマ大会もやっぱスクランブルが基本、スクランブルだったり、うん、あのベストボールだったり、うんうん、ただあのスクランブルの方がティーショットはみんな打つんだけど、はい、そこからいいボールを選んでいくから、うんうん、チームのその会話も増えるし、うん、あとパターとかもみんなで一つの球を打つから、うん、ラインを見せ合ったりとか、うん、もう一番最初に入れればもちろんいいんだけど、はい、次の人がもう、あ、もうちょっとこうだったね、ああだったねとか、うん、とにかくチームワークが生まれる、うん、競技内容になってるんで、うんうんうん、すごく楽しめると思います。で毎回こうバーディーチャンスも狙えちゃうってことですよね。そうそうそう、あのすごく上手になった気分にもなれるよ。アマチュアにとっても嬉しい、ね、ただ多分その中でも、うん、アマチュアのボールをなんか何回使わなきゃいけないとかね、うん、そういうルールも入ってくるんですね。そうそうそう、うん、まあ楽しめるよね。そうですね、これで皆さんゴルフを楽しんでいただける、うん、企画にはなっておると思います。はい、そうですね。そこでですね、今回そのアマチュアをですね、うん、ウームゴルフをいつも見てくださってる視聴者の皆さんから、うん、3名、あ、募集するの？募集したいと思っております。ということでその詳細は、まあ、概要欄に皆さんあるので、うん、ぜひチェックしてみてください。抽選？抽選ですかね。じゃあ緊張しちゃうね、一人で。そう、わかんないんですけど本当にいきなりプロと回るね、すごいね。古賀プロも今いらっしゃいますし、うん、他にたくさんの有名プロと回れるチャンスがあるってことで、なんかこの27人合わせたら何勝してんだろうなっていうぐらい来るね、はい、まあ、シンジェが一人で50勝以上してるけどはい、ぜひこれ貴重な回となっておりますので、はい、ぜひ視聴者の皆さん応募してみてください。はい、確率的には低いんじゃねえか、低いですね、当たるのは。はい、ということで皆さんぜひ概要欄チェックしてください。ください、はい、よろしくお願いします。